九州にいらっしゃるより、まあ、タイにいらっしゃる方がまだ、そうですね、ですね、はい、仕事上で、去年の3月から、タイのバンコクに住んでまして、1年3ヶ月ぐらい経ちましたね。あ、そうですか。あれ、なんかあの、3ヶ月に1回か、3ヶ月に1回帰ってくるのか、2ヶ月に1回、あの、帰って、偶数月なんですけど、その時にあのライブをさせていただいてます。はい、まあ、それにパッとあったんで、大阪に来ていただいたということですね。はい、いや、実はこれはね、はい、津屋さんに、あ、そうですか、あの2年前にね、あの白道村で一緒になって、はっちゃんの縁で ね、それからフェイスブックの友達になっていただいて、ずっと会ってる感じですから、あれが2回目なんですよね、そうなんですよ、ずっと会ってる感じで、僕半年前に津屋さんにメッセージ送って、大阪でライブできませんかねっつって、で今日組んでいただいたものがこれだけ広がってしまって、はい、九州男児4人衆になったという次第です。集めちゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、次、鳥越崇さんのすんばらしいこの歌声で、もっとハードルが上がってしまう。聞きました、マリッジブルーさんが言いましたように、だん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 男の人のね、イケメン度が上がってくると、もう頂点でございますんで、私の場合は本当に一番ですけど、上げすぎや、もう変だ。時もあったとグラス傾けたね。時が癒せない傷など何もないと、恨み事一つ残さず旅を急ぐ人の顔で、お前はだけど、お前らそういうのグッバイのリメンバーラー、二人のフォトグラム胸にしまえば、セピアの思い出に変わるさ。あけない幕切れ残し、待つ人の住む街へ、お前はだけど、Yeah.
後から紹介していただいた通り、まあ、タイに住んでて、あんまりあちこちに旅はしてないんですけど、一度あの、北の方にチェンマイという町があって、一人旅をしましてね、そこでガイドさんにノイさんという方がいて、そういう方と出会って、歌にしちゃいましてね、あの、この時を生きるチェンマイガイミスターノイという、勝手に作りまして、いないところでこうご披露して、実はあの来月またチェンマイに行くんですよ。でまたそのガイドさんをリクエストしてて、こんな歌ができたよって一応聞かせようと思ってます。終わり。
手にノイさんの素性を、晒してしまったんです。では今日はあの非常にね、人徳の歌が多くて、あの一番最後の出番というのもですね、あのまあ一番遠くから来てるんで、今日は鳥居を務めさせていただいてるだけなんですけど、あの思わずこう歌詞にこう入っていってしまいますよね。あのつやさん の, あのお母さんママの歌もですね、その場所で咲きなさいってもうジーンと来て、でさっきのねもうはっちゃんの歌もね、いやマリさんがジーンとして来なかったわけじゃないんですよ、あのはっちゃんの歌もジーンと来て、でその世界に入っていくと歌詞が飛んじゃうんですよ、自分の歌が。それがちょっとたまり傷なんですけど、私もあの一曲だけ、亡き母に作った歌がありましてね、取ってつけたような曲順になってしまいましたけども、もともと予定してた曲なんですけど、優しい人がという歌があります。それを聴いてください。
昭和という福岡のライブハウスがあって、そこで一緒にね同期でやってた松尾さんって方来てくれて、今ちょうど大阪に単身赴任らしいんですけど、僕も大阪に2年間単身赴任してまして、もう10年以上前ですけどね、西中島南方に住んでたっていうと、まあ、ここでなんかみんながいいとこですねって言われるんですけど、いろいろ客引きみたいなとこいっぱいありましたね。いい店が多かったんですけど、でその頃歌った歌で酒電車という歌を、仕事帰り、僕はまあシラフなんだけど、周りは酔っ払った人ばっかりだという、酒電車という歌を聞いてください。最後じゃないんです電車に駆け込むところ、いつもの11時4分、争いの嫌いな俺もここでは人が変わるよ、名物椅子取りゲーム、
周りに子供はいない、セーラー服もいない、ひしめくヨーロッパライ、ドアが閉まれば中は酒の匂いであふれ、まるで安酒場、陽気な酔っ払いが集まる、寂しいガリアが集まる、そうさこれが俺たちの酒で男が大声で仲間と騒いでる、笑いたけりゃ笑ってくれと言いたげに大口開けて眠る人もいる、女に振られてやけ酒飲んないやつもいるだろう、みんな知らんぷりだから大胆に街を組んだ厚化粧の女が上目遣いで太もも見せている、誰でも弱虫がいる、それを酒でなだめて自分の心だけは世の中のどさくさに見失わないようにね、29度。これはあの年間ですね、夜も入れてですから昼間ずっと30度超えてるんですよ。暑い、かなり暑い、死ぬほど暑い、この3つの季節しかないもんですから常にポロシャツ、T シャツで一年中過ごせます。で、つい北切り涼みになって、あれこれ1年前も同じの着てたみたいな、Facebook 見ると同じ T シャツ着たりしてちょっと恥ずかしいんですけども、まあ、それでもね、何の違和感ないんですよ。あの着替えるという、あの衣替えという習慣がないもんでね、慣れと恐ろしいもんで、もうそろそろ帰ってきたいなと思ってるんですけども、まあでも慣れるとですね、日本のニュースを見るとやれ寒くなった、急に暑くなったとかね、花粉症とか台風が来たとか地震があったとか、ほとんどそういうのはあんまりないんですよ。タイって天変地異というかね、で常に、暑いですから、あのその暑さ対策だけしておけばいいとこなのかなと、
ぜひあの引っ越しを考える説は何なんですか。であの何を言いたかったかと言いますとですね、まあ、いろんな仕事をやってる方が多くて、あの、今日一日を大切に生きようという言葉がテーマになって3曲ほど作ったんですね。で最初に歌ったあの野井さんの歌も大体そんな感じで、今から歌う歌もそうなんです。で人生三部作と自分が決めただけですけどね。いち早く笑っていただきましてありがとうございます。勇気が出ます。でまあ、今が人生の時というね、あの君が人生の時という題名つけようと思ったら、ある有名なビッグな歌手がそういう曲があってね、ファンに怒られそうなんで今が人生の時という題名にしました。で最後に歌うあの、バンコクの片隅でっていうのも同じようなテーマなんですね。じゃあ今が人生の時聴いてください。
ではあのラストの曲を、今日本当にありがとうございました。いや、あのラストあの長いんです。ですからあのご心配なさらず、なるほどねと終わったら思うと思いますんで、もう皆さんね、今日もあのアンコールなしなんで、これを本当最後の最後で歌いたいと思ってますんで、バンコクの片隅でという曲なんですけど、あの少しあの少しあのまあ情景が浮かぶようにというか、お話をしたいんですけど、まあ一番最初もう1ヶ月か2ヶ月ぐらいしてこの詩が浮かんだというか、あの飲食住という言葉が頭から離れなくて、人間は着るものがあって、食べるものがあって、住むとこがあって、あとは何を贅沢しようぞと、贅沢してたなという気がしたんですね。自分の勤め先まで車で1時間かかって、バンコク市内をずっと車で移動するんですけど、ずらっと屋台が並ぶんですね。でその屋台というのはあの博多なんかにあるサラリーマンが帰りにいっぱい引っ掛けるみたいな、そんなものじゃなくて生活の場なんですよ。朝昼晩ちゃんと並んで、それ以外は道路交通課なんかで片付けて、大変な作業なんですよね。で共稼ぎのお家が多くて、お家にはあのキッチンがないお家もたくさんあって、冷蔵庫だけはあるんですね。で大体その屋台で食べるか、お惣菜を買って帰って家で開けて食べるみたいな、家庭が多いんだそうです。で屋台文化があの進んでるんですね。でそんなものを見て、なんか一生懸命食べてるっていうのがね、もう横に道路の横にテーブルが並んでるもんですからね、あのすごいショックだったんですけど、あといろんな仕事があるなと思ったのは、信号が赤になるとお守りを車をコンコンと叩いて売りに来る人があるんですよ。花で編んだ交通安全の守りなんですけど、まあ一つが日本円で200円とかそんなもんだと思うんですけど、で信号が青になるとバーッと危ないですから、3車線も4車線まで入ってきて売ってはまた逃げていくみたいな、命がけの仕事があるんだなと思いました。それとですね、もう一つはあの通勤通学風景、トラックの荷台に乗って通勤というのがザラにありましたね。あとノーヘルでバイクってザラで、子供さんを真ん中に挟んで、親が前後挟んで3人乗りバイクで学校に送ったり、お年寄りに預けたりして自分たちは仕事に行くんだそうです。最近見るのはあの4人乗りです、下の子供がですね、もう一人小さい子がいて、お父さんの前にハンドルにこう顎を乗せて立って乗ってるんですよ。4度1って言うんですか、先生の言われて、まあ、ありがとうございます。今日一番の受けたところまあそんな光景を目にして、みんな一生懸命生きてるんだなと思って、もう1年経った今でもね、色あせない歌だなと思っております。バンク、これだけ自分で持ち上げる人も珍しいですけど、今日本当ありがとうございました。あのクラテン&、九州男児4人衆ですね、ハートフルアコースティックライブ、言えたでしょ、これどちらが題名つけたの。ああ、さすがですね。あのすごくハードルが上がってまいりましたけども、ありがとうございました。あの九州男児というと、あの昔知ってますかね、巨人の星で左門豊作とかね、西郷隆盛とか、ああいうイメージ全然そういうとこないんですよ。悩みはしてるんですよ、申し訳ないまあしっかりした人もいますけどね、見かけ直して申し訳なかったですけど、じゃ あ, あの最後にバンコクの片隅でという歌を聴いてください。今日はありがとうございました。
ら人よどんだゲスリの匂いが鼻をつき汗ばむ肌にまといつく
Thank you.
ました。ね。ということで高橋さんがでございます。いい曲っていうかバンコクの本当にいいお話を聞かせていただきまして、割とですねね、先進国というかそういうね国はございませんですけど、まあそういうふうな生活っていうねサイクルが違うということで、まあ日本語の歌でそれを教えていただいたということなんです。行きたくなりましたね、その鼻をつくようなその川とかね。僕はやっぱり中国台湾と遊びに行った時でもやはりそういう場所がいっぱいあったんで、あここでも我々と違うその世界っていうんですかね、そこで生きてきた、それが知らなければそれが一緒なんでね。だからいい鳥越さん、いい経験したなと思いますね、本当にね。ずっとそのまま九州だったらこういうことがなかったですからね。でその中でもまた曲ができて、その曲が入ってるということですね。次、いやこれ入ってないですか。入ってると思ってたのに、いい曲で、サケレシャツも置き時計とかは入ってます。あ、そうですか、はい、日本語のね、日本語なっていうのは変ですけど、あのね、やっぱりその日本にいらっしゃる時に作った、はい、その曲もね、もっともっと聴きたいですよね。また読んだ時、あ、来ていただいた時にはその時またよろしくお願いしますね、はい、皆さんもまたその時にも今日の日を忘れずに来ていただければなと思います。よろしくお願いします。本当にね、あの4組いらっしゃいました。まあ、津屋健さんは、あ、津屋健さん、お、我々や忘れていた。あとマリッチブルーさんで、あっちゃんブロム東京からありがとうございます。で、トリゴスタカシさん、タイム、ブロム台湾から、あ、タイから来ていただきました。それとお客様、本当にありがとうございました。スタッフの方もありがとうございます。どうも。一応これで締めになります。本当に皆さん、ありがとうございました。私は喋らせ長いで、ね。今日は1年ぶりの、再会もありました。そして、白道村以来の再会ね、鳥越さんとありがとうございました。本当になんかこうジンとくるというかね、本当にハートフルなライブになって、私また改めてね、自分の歌を見直してやっていきたいなと。で、皆さんの歌を勉強させてもらってね、あ、こういうとこはっていういろいろちょっと感じるところもありました。本当にいつもありがとうございます、皆さんね、素晴らしい先輩方に出会ったことは私ありがたく思っております。そしてつやけもんかってね、育てていただいて、ますますこれからも皆さん健康に気をつけてね、何回も大阪九州行ったり来たりできるように、頑張っていきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。気をつけてお帰りください。ちょっとこれで
した今日は。ありがとうございました。